つの品物を使ったマジックをご覧いただきましょう。一つはダイス、もう一つはポーカーチップ、もう一つはボール。こちらのカードの裏には予言があります。ではまず全く自由に一つ品物を取っていただけますか。こちらダイスですね。変えてもいいですがよろしいですね。では選ばれたダイスをこちらに置きます。では予言を見てみましょう。予言もダイス、完全に一致しました。